シュークス再開、ワンピース最高。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでなんぼのゆでらんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年21号、ワンピース最新話1112話、ハードアスペクトを考察します。この1112話は考察好きにはたまらない回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話はまだ読んでない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずは過去の考察の答え合わせです。8ヶ月前、こちらの動画では、話数の語呂合わせ、ショックから409話のバスターコールにたどり着き、ヘッグヘッド事件の真相とは、でんでん虫による異臭返しだと考え、こちらはバッチリ的中できましたが、さらに同時に X では映画フィルムレッドに登場したベガバンク製でんでん虫についても触れました。そしてこの1112話では、そのベガバンク製でんでん虫が登場しています。こちらもバッチリ読み解けたようです。しかし一方で3週間前、この1112話は鉄の巨人回だと予想しましたが、こちらはバッチリ外れています。鉄の巨人は姿すらない。ただ立っただけ。そんな1112話のリード語呂合わせから考えましょう。1112話の話数の語呂合わせ、一つ目は、ヒーツ。ヒーツでしょう。ヒーツとは、熱い、熱源、火力、気表、温度から感情まで、その熱を表現する語呂合わせです。これは火星マーズ星の火力や、ルフィのレッドロック、熱っとコーヒーを飲む、猫舌のベガバンクなど、あらゆる箇所でヒーツが使われています。そんな1112話の類似話数は12話、112話、1012話です。12話ではペットフード店を守る犬のシュシュ。このシュシュとつながるのが鉄の巨人だと考えましたが、違う。犬のシュシュとつながったのはなんとシュトゥーシー。シュトゥーシーはベガバンクたちを逃がすために一人、エッグヘッドに残ることを自ら志願しています。そして12話のシュシュもバギーの脅威が迫る街で、みんなとは避難せずに一匹で店番をしている。シュシュの主人はホッカーさん。シュトゥーシーの主人はベガパンクさん。次に112話でルフィは町の人に腹いっぱいご飯を食べさせてもらっています。一方1112話でルフィは逆にサンドワームに腹いっぱい町のビルを食べさせている。町に食わせてもらったルフィと町を食わせるルフィ。これが尾田先生の天才的逆転の発想。次に1012話のタイトルは渦。一方1112話では渦貝タイプのでんでん虫が登場。以上が話数の理論、ひとつなぎです。それでは本編の考察を行いましょう。1112話のスタートは、パスフィスタを停止するヴィーナス。五老星ヴィーナス星は、ボニーはまだ12歳だと言います。これが1112話の話数の語呂合わせ二つ目。ボニー12、ボニー12歳。ウィキペディアによると、1は棒と読む。その棒が2つあるから、ボニー12歳。ヴィーナス星は財務部審ですから、軍艦一隻レベルのお金がかかっている、パスフェスタを破壊せず、凍結によって停止させています。パスフェスタの意見順位がトップであるボニー12歳を消せば、再びパスフェスタを兵器として使えるからです。しかしこれはおそらく握手でしょう。将来的にまたボニー12歳にしっぺ返しを食らいそう。一方そのボニーは、フランキーと共に海軍中将を激化していく、場面が変わってラボフェーズ。マーズ星をベガバンクの元へ案内する裏切り者ヨーク。マーズ星はとんでもない火力でラボを破壊します。しかしそれ以上の攻撃はヨークがストップ。なぜならラボ内には融合炉があり、それらに火がついてしまったらパンクレコーズごと大爆発してしまうと言います。この融合炉はもちろんイム法の熱源、ヒーツです。ここでマーズ星はヨークに、お前もベガバンクなら思考は同じだろうからどうすればいいか考えろという。マーズ星とヨーク、それぞれの言い分を言ったところで、これは1112話の話数の語呂合わせ3つ目。イーブン。イーブンでしょう。イーブンとは、五分五分の状態という意味です。すると、ここでマーズ星は、何やら小さな生物の声を探知します。それこそが、暴露配信の熱源、隠された配信でんでん虫。これは1112話の話数の語呂合わせ4つ目。インビジブル。インビジブルでしょう。インビジブルとは、目に見えない、気づかない、隠れているもの。マーズ星はそのでんでん虫を探すためにパンクレコーズ内部へ移動します。そんなやりとりを見ていたのはシュトゥーシーとカク。カクは怪物のようなマーズ星を見ておぞましい変身だと批評しています。これが1112話の話数の語呂合わせ5つ目。人いびつ。人いびつでしょう。こちらの語呂合わせは3週間前に予想できました。場面は変わって波サイド。脱出のために利用する予定だったベガフォース1が破壊され、海までの飛距離が足りないと一味が困っていると、そこへエディソンが必ず船を海へ着水させたると危険を承知でエッグヘッド仮想へと移動します。
そこでエジソンはウソップに対して、根性論もすっきゃ、奇跡を起こすのはいつもその力と熱いセリフを言います。このエジソンのセリフは実在したトーマス・エジソンのセリフに似ているでしょう。 1% のひらめきがなければ99% の努力は無駄になる。そんなエジソンは飛距離が出ないサニー号をどのように海まで届けるのでしょうか。それはおそらく実在したエジソンの功績からわかります。熱の輻射によって発光する白熱電球を発見したエジソンは、同時に真空管の始まりであるエジソン効果も発見しています。つまりサニー号を海まで送る方法とは真空ロケットの応用でしょう。真空ロケットの軌道を使ってサニー号を海まで送るのか、場面が変わって逃げるルフィと巨人サイド、しかし木星サンドアームが大きく息を吸い込んで逃げるルフィたちを飲み込もうとしています。この木星に対してルフィは町のビルを食わせる。一方ルフィ自身は巨人にもらったサメの発酵食品、北欧バイキングたちの激臭非常食ハカールをいやいや食べました。それは計らずも木星、やはり以前考えたダジャレを使ってきました。ルフィを食べようとする木星サンドアームとハカールを食べて木星ルフィ、木星と木星、これが1112話の話数の語呂合わせ6つ目、イーツ。イーツでしょう。イーツとは食べるという意味です。ウーバーイーツでいいんじゃない。ウーバーイーツとはすごい食事という意味です。そしてこのシーン、このシーンこそが12話のタイトルハードアスペクトです。ハードアスペクトとは占星術、つまり星占いの用語で、それはホロスコープの天体の位置の角度です。天体がハードアスペクトの位置にあると、それは困難を意味し、ここでは木星と太陽の位置が対極に配置されていますから、木星と太陽の180度のオポジション、ハードアスペクトの角度になっているようです。つまり惑星キャラ同士のぶつかり合いを星占いで表現したタイトルなのでしょう。さらに星といえばベアバンクの本体ステラとは星という意味ですから、世界政府に隠れて暴露配信しているステラとはある意味で裏がある星、ステラです。星占いと裏がある星、ここでもダジャレを見出せますが、そんな惑星の配列を表現したタイトルについて考えていると、これはもしかすると伊豆さんの神考察、太陽系の惑星が一列に並ぶ10万年に一度の奇跡の現象、惑星直列による地殻変動、磁場の逆転、地軸の逆転、やはりポールシフトが起こる可能性を示唆しているのか。15年以上前から数々の考察者が唱えているポールシフト説、その理論がいよいよ現実味を帯びてきたかもしれません。ちなみに僕のオリジナル考察としては、まず先に3年前、全世界は100年間凍結していたと考えました。それこそが氷の世界、真っ白な空白の100年だと。これを3年前に考えて、そこから2年前にポールシフト理論とつなぎ合わせました。なぜなら、ポールシフトが起きると氷河期が訪れるからです。さらに、実際の大航海時代は小氷期が訪れています。このミニ氷河期のせいで、ヨーロッパでは作物が育たなくなり、スペインのコロンブスは新世界を求めたといいます。そこでスペイン人たちが南米インカ帝国で見つけたのが、エメラルドや黄金、ゴムやトマト、そして寒冷に強いジャガイモだったそうです。そのように考えていくと、1066話で考えたベガバンクが見せたいものにもつながりそう。こちらです。ベガバンクは全ての学問に精通していると言います。つまりウェザリアの天候科学にも精通している。そしてベガバンクはロビンたちに見せたいものがあると言います。見せたいものとは何でしょうか。それは例えば古代の天文計算機。1901年ロドス島の近海で考古学者が沈没船から発見したアンティキティラ島の機械というものがあるそうです。この機械は世界初のアナログコンピューターと言われ、太陽や月の位置や日食や月食を予測するいわゆる大パーツです。クローバー博士は天体の研究もしていましたから、この機械をモチーフにした機械が登場する可能性はあります。ちなみにこの機械はロドス島の近海で発見されましたが、ギリシャのロドス島といえばこちらの動画で考えたロドス島の巨像でしょう。滅ぼされた巨大な王国の人々は天体の位置を調べていた可能性。するとやはり3年前に考えたようにロードスター島とはギリシャのロドス島とつながるのか。脱線しましたが本編に戻りましょう。逃げるルフィたちをイノシ、オーキリー星も追ってきます。そこで久しぶりに出ました巨大な拳に火をつけて燃やす技、
レッドロックヒーツ。しかしウォーキリー製の頭は硬いらしく、ルフィの拳の方が痺れて燃えている。これはまだルフィの力がフルパワーではないからでしょう。レッドロックを放ったルフィは覇王色の覇気もなく、ニカでもない。場面は変わってラブフェーズ裏口にはサタン星が登ってきています。雲が雲までよじ登ってきた。これはつまりサタン星 VS ゾロの戦いでしょうか。一方エクエット海岸にはヴィーナス星が到着。ボニーとフランキー、アトラスと相対しますが、これはもうすぐ到着するサンジ VS ヴィーナス星の戦いになるのか。そして場面は変わって屋上のパンクレコーズ内部の真っ暗な部屋。そこでマーズ星は熱源である配信電電虫を発見。その配信電電虫の目の前には何かがある。その物体はゴボゴボと音を鳴らしている。つまりまさか、そこにあるものとは巨大コーヒー。あ、違う。ベガパンクの脳。培養液に使っているベガパンクの脳みそなのか。うえー。それがのみのみのみで作られたパンクレコーズの正体なのか。これこそが1112話の語呂合わせ、ひといびつ。そうだとすれば、1年前に考えたように、やはり8人目のベガパンク、8個目の脳みそが存在していたことになるのか。ディズニー映画トロンがモチーフでしょうか。トロンはコンピューターが支配する世界の話です。するとエッグヘッドもコンピューターに支配されている。つまりは存在しないはずの8人目のベガパンク、巨大な脳みそパンクレコーズ。それこそがエッグヘッドのマスター。マスターシステム。前回の動画でマスターシステム、つまり自我を持ち始めた8人目のベガパンク、パンクレコーズなのかもしれないとも考えました。なぜなら映画トロンの黒幕もマスターコントロールプログラム MCP だからです。ベガパンクはぐじゅぐじゅとしたピザみたいな自分の脳みそを7等分ではなく8等分に分けたのか。そんなベアパンクの脳を見たマーズ星は、俺か、運がなかったな、ベアパンク。火星マーズ星と星のステラが相対しています。俺も星占いで困難な状況、角度を表すハードアスペクトとなると、このままではマーズ星にその脳みそがやられてしまいます。しかし、星占いではなく、星のステラには裏がある。つまりまだ何か仕掛けがありそう。なぜなら、エッグヘッド事件の結末はほぼ確定しています。事件の結末は世界に思いもよらぬショックを与えると言います。ショックの語呂合わせはショック。409話情報緊急大放送。さらに409話のタクシー語呂合わせはヨーク。ヨーク、もしかしてマーズ星を阻止するのはまさかのヨークなのか。ヨークはすでに世界政府が自分も狙っていると把握しています。それならばベガパンクにはこのまま暴露配信を続けてもらい、世界政府が弱体化した方がヨークにとっては得でしょう。ヨークは二度裏切るのか。しかしヨークはベガパンクのただのクローンですから、化け物じみたバーズ星にかなうわけがありません。となると、ヨークの武器はセラフィムか。いや、セラフィムの意見順位は五老星の方が上です。となると、ヨークの武器はバブルガン。不死身の五老星の力が悪魔の実由来であれば、海楼石から作られたバブルガンは有効なはずです。ただし、シャボン玉で包んでも強力な覇気で破られそうでもあります。その他のパターンとしては、ホログラムによって騙すパターンもありそうです。つまり、配信電電虫の前にある培養液に使っているであろう脳みそは、ただのホログラムであるというパターンです。いずれにせよ、ステラまたはヨークが、マーズ星を騙す展開があるかもしれません。それは類似話数からも考えられそう。次の1113話の類似話数113話では、イガラムがビビを装って身代わりの人形を持っています。これが1113話と繋がる要素でしょうか。ベガパンクにはまだ身代わりの人形がいるのか。とにかく、ベガパンクの暴露配信までいよいよ残り1分です。以上です。続いては次回1113話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1113話の類似話数は13話、113話、1013話、1103話の4つです。13話は宝物、語呂合わせは遺産、犬の種が引き続きペットフード店を守っている。次に113話は大丈夫、語呂合わせはヒー様、アラバスタの姫様ヒー様であるビビを守ってイガラムが爆死しています。
それならば、1113話では今度こそ鉄の巨人アルフィーを守るのか、いや、それともヨークがステラを守るのか。次に1013話はアナーキー・イン・ザ・ビッグ・マム。この1013話の語呂合わせはテイザー。テイザーとは中国の三本足の鉄の釜のことです。1013話ではナポレオン、ヘラ、プロメテウスによる三位一体攻撃。それならば1113話でも三位一体攻撃が行われそう。ちなみに113話のイガラムもある意味で三位一体。次に1103話はごめんねお父さん。話数の語呂合わせはいい父さん。1103話ではボニーを守るために駆けつけたクマ。ならば1113話ではやはり誰かが誰かを守りそう。そんな1113話の話数の語呂合わせも考えましょう。1113話の話数の語呂合わせ予想は、火が3つで、秘密、秘密のミー、ベガバンクが隠したミー、脳みそが登場するのか、さらに秘密の3、太陽の神、ニカの話も語られるのか、さらにワンピース。1114話の語呂合わせもワンピース。この2つの語呂合わせ予想は2年前から考えています。こちらです。ワンピース。3は英語の3です。そしてもう一つが、ワンピース。4は中国語で、スーです。113話と114話がワンピースを表す。そのように考えると、113話と114話は和数の一つなぎの理論から、1113話と1114話につながるでしょう。その1113話と1114話で何かしらワンピースの話が語られる。1113話と1114話はワンピース関連会でしょうか。つまりベガバンクから世界の真実が語られるのか。なぜなら1113話の最後の語呂合わせ予想は一因一妙。一因一妙とは偽りのない真実を語ることです。つまりベガバンクがいよいよ世界の真実を語り出しそう。しかし誰もが知りたい真実はその次の1114話からでしょう。なぜなら1114話の話数の語呂合わせは人々の意思。1114話の類似話数114話ではロビンが初登場しています。つまり1114話ではやはり人々の意思、オハラの意思が語られそうなのです。それは類似話数1014話にもつながる。1014話ではバオファンの拡散モード。この拡散モードによってバオファンは鬼ヶ島中にルフィ敗北をアナウンスしています。こことつながって1114話では世界の真実が拡散されそう。以上です。最後に過去の考察の答え合わせを報告しておきましょう。こちらの1079話ではうんこの伏線を考えました。それは1079話でドリーとブロギーが破壊したヒットの船はその昔ドリーとブロギーが倒した巨大金魚シマクイと似ているため、シャンクスを取り巻く赤髪海賊団傘下とはまさに金魚の糞であり、さらに食う寝る出す、つまりうんこばかりしているベアバンクヨークとはうんこ野郎だと考えました。それから1年後、108巻ではシャンクスにくっついているこの女海賊の名前が明かされています。その名前はリナリア。リナリアとは花の名前であり、その日本名は姫金魚草。金魚です。やはり赤髪参加は金魚の糞を表していた。つまり1079話の考察動画で考えたうんこの伏線はちゃんと読み解けたようです。そんなうんこ野郎ことヨークにはまだ役割が残っていそう。1089話でルフィはヨークについて、じゃあこいつ盾にして逃げるか、そのように言っていました。つまりもう一人の太陽の盾こそがヨークです。エッグヘッド脱出の鍵を握っているのはヨークなのか、ヨークのせいで、ヨークのおかげでルフィたちはエッグヘッドを脱出できるのかもしれません。なぜならエッグヘッド事件の発端、熱源、火種となったのはヨークだからです。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。